さて休憩も終わりましたので道の駅白川郷を後にしたいと思います。今4時20分ぐらいなのでどうですかね、だいたい7号帰るまでにね2時間ちょっとかかるんで、多分7時ぐらいかな、まあ、もう1回だけ休憩する予定ですのでね、多分7時ぐらいになるかな。まあまだこの時期だとね真っ暗にはならないんで、まあ本当に丸々1日バイクに乗ったっていう感じでしょうかね。まあ出発したのは、午前9時ぐらいだったかと思いますけれども、まあ、大体10時間強、ほぼ1日日が出てる間は乗ったっていう感じですね。いや涼しい。白川郷の道の駅の方から、この五箇山和紙の里道の駅平の方までノンストップで来ました。ここから、まあ、おおよそ1時間半ぐらいでしょうかね、ちょっとまだ能越道有料区間使おうかどうしようか、砺波からですけども、まだちょっと悩み中ですけど、まあ、時間見ながらね、余裕があればまあそのまま国道のままね、高岡の方まで下道で走って、そしてそこから能越で帰ろうかなと思います。ここからね、急に道が荒れて、まあ、そして急カーブが続きますのでね、ここからは本当に慎重に帰りたいと思います。はい、156号線アレタロメント急カーブ、これが続きます。今日最大の終盤に来て難所になりますね。まあこうやって思った以上にカーブきついですからね。そして濡れてるしみたい。まあこれはね本当に事故が多いの分かりますよ。多分これ路面荒れてるんでね、ブレーキもちょっと強めにかけていくとね簡単にロックしそうですもんね。こうやってね、自分なりにはねこう、結構安全マージンとって走ろうと思ってもね、気をつけないといけないのがね、逆にただダラダラ走るだけでメリハリなくなっちゃうっていうとね、突っ込みすぎたりするんですよね。だからそれなりにこう意識してね、加速減速っていうのはこうしっかりやって、まあ、それでね、いつもよりちょっとペースをね落として走っていくとこういう方がいいと思いますね。
まあ下手したらね、こうやって飛ばしてくる車がいてね、こんな濡れてるとこってね、車でもね、バイクはね結構気をつけるんですけど、車ってね濡れてても結構飛ばしますからね、まあ、スリップして突っ込んでこられたらそれでアウトですからね。だからそれもね、対向車もねあんまり信じないで走った方がねいいと思いますし、今みたいにねしばらくこう濡れた路面をこう走りますとね、タイヤ濡れてますから、こうやって、乾いたところをじゃあもう大丈夫かと思ってこう寝かしたりするとね、乾ききらないうちにコーナー入ってっちゃってまた転倒なんてねこともありますから、まあ、本当にね気をつけないといけないんです。この道はだから本当にね、結構ね思った以上に怖い道なんですよね。最大の難所を切り抜けまして、砺波の方まで降りてきました。高岡砺波、ここはまだ何かな、道の駅の庄川過ぎたばかりのところですね。ここを走ってる時点で、今日327キロ走りました。多分やっぱり七尾に戻る頃にはね400キロかなと思いますね。まあ、昨日一昨日とね、230キロぐらいで、まあ、結構ね疲れたなと思ったんですけれども、案外走れるもんですね。これが山ずっと山道ほとんどだったので快適だったというのもあると思うんですけど、まあ、これでね、市内何か所かこう回ってたりするとね、信号待ちかなんかで、まあ、すごい疲れたりねするんじゃないかなと思います。400キロは持たないかなと。雨に当たりませんって言いながら雨がこうちょっとちらついてきましたね。あ、ここだここだ、 ここの鈴木のディーラーさんだ。で、だからこの辺の木陰、この辺でね休憩してましたね。ここの交差点ですよ。あ、ここだここだ、五箇屋、うん、ここで、止まりましたね。疲れた。この氷見、氷見じゃねえ、庄川の方から高岡のこの下道ね、ここがやっぱり一番疲れますね。信号がたくさんあるんで、まあ、最後の最後にこうなるとね疲れちゃいますね。オイルクーラーのファン回ってます。まあ、それでもなんとかこう通過をいたしまして、まあ農越の方ね、入っていける高岡インターの方までね、もうすぐというところまで来ましたよ。まあ、やっぱりねあの辺雲行きがやっぱり怪しかったんだな。で、まあこれ北陸新幹線ね、こうやって見ると壮大だな。ここを過ぎて、あの陸橋を越えて、ちょっとしたらね能越道の高岡インターの方まで、出ることができます。それでは能越入りましたので、まあ、このまま、城山インター、もしくは七尾インター、こちらの方まで、もうあとはねノンストップで行きたいと思いますよ。
というわけで、ここで締めるか、七尾をついてから締めるかですけれども、一旦ここで締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。新松チャンネル、新でした。バイバイ。